ここまでなんですが、ここまでですね。連続技に入ります。シルクに変えたところから出します。もちろん結び目に出現すると同時にこれが隠れればいいわけで、この状態で隠れるというのは非常に簡単です。体の向きを向きながら変えるだけ、これで変わったように見えます。で裏は色が違ってますから、立てると同時に半回転すれば色が割ります。でまたこっちを向きながら割ります。そうするといっぱい増えて、綺麗だなとこういうわけですね